皆さん、とんでもないことが起こりました。はい。メイク動画をね、撮ろうと思って、オープニング撮って、ベースメイクの紹介とかして、今、途中までやってもらったのに、保存できてなかったのということで、テイク2です。テイク2です。まるでやってなかったかのようにやるね、じゃあ。うん。はい。せーの。はい、この状態ということは？ということは、今日はね、YouTube っぽいことを、しようと思ってメイク動画でーす。メイク動画でございます。メイク動画でございます。そして、うん、お互いベースメイクを作っておりますと、うん、作ってます、はい、それぞれ作った状態でスタートしております、うん、はい。に、あとなんだっけ、そうそう、普通のメイク動画って、うん、自分でやるのを紹介するタイプだけど、今回はお互いがお互いにやってる普段のメイクを交換しよう、うん、やってみよう相手にっていう企画です。です。ですです。そう、お互いの普段の雰囲気違うから、うん、それをお互いにし合うの絶対楽しいと思って、今日はそれをやるっていうやつ、やつ、やつ、テイク2。そう、テイク2の。テイク2です。で、今、うん、もんちゃんが途中までやっちゃってんだよね。うん、そうなの。だから、説明しながらやるか。まずあれかな、ベースメイク使ったアイテム紹介しようか。じゃあ、まゆし、お願いします。はい、私が今やっているベースメイクですね、こちら。うん、マジョリカマジョルカ、うん、ミルキースキンマスクパープル、うん、これがね、一つあれば下地も美容液もスキンミルク全部入ってるから、うん、めっちゃ便利よっていうトーンアップ用のやつですね。便利。そう、これ夏場すごい便利、重宝します。に、クッションファンデ、うん、マジョリカマジョルカミルキースキンリメイカー LB ライトブラウンだと思います、色は LB。 そう、これでこの辺塗ってる、大体。あ、部分的に使われてる、ね、そう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 。で、全体的にはこれ、うん、ベアミネラルのオリジナルファンデーションと、フェイスパウダー用のミネラルベールってやつですね。あ、こっちだ、うん、です。この2つを使ってます。ファンデーションで粉のファンデーション、粉のフェイスパウダー、そのままかを使ってます。こ、うん、感じかな。で、今これが出来上がってます。うん、マユシは今ベースメイクが終わってる状態です。はい、で、私は、うん、夏用のアイテムって感じなんだけど、うん、下地はね、これプリマビスタの黒いやつ、うん、これは本当汗かいて鼻周りとかよれそうになっても、ちょっとその上から押さえるだけでよれにくい、うん、これはもうマストアイテム、下地です。で、ファンデがね、ディオールのクッションファンデ使ってます。クッションファンデはもう楽すぎて手放せません、はい、入れてなかったです。手放せません、手放せません。手羽先、手羽先食べたい。コンシーラー、コンシーラー大事がナチュラグラッセっていうところのやつで、目元のクマとか鼻周りの赤みとかニキビバイバイ、ニキビバイバイ。で、その上から、うん、いつもこれはもう夏用のイニスフリーのフェイスパウダー、うん、これでこうテカリを抑えて汗もよれにくくみたいな感じで、この辺がすごい有名だよね。そう、イニスフリー肌にも優しいから、うん、おすすめ。めっちゃ使ってる人多いイメージ。うん、以上です。はい、これがベースメイクの紹介でした。でした。さあ、ここからは、さあ、ここからでもさっきね、うん、途中まで実はアイメイクね、マユシにしてもらっちゃったんよね。そうなんです。なので、ちょっと軽く説明しながらしますね。うん。今、本ちゃんにやってるメイクが、アイメイクから私いつもやるんですけど、うん、セザンヌのトーンアップアイシャドウ7番。うん、これの、これでアイホール全体を塗って、うん、で、真ん中の色で、二重幅に塗って、うん、で、端っこの目尻の方にラインでちょっとだけ赤みを足してます。塗ってます。はい。そう、いい感じに影になっててね。そう、見えるかな、横幅がちょっと増えるでしょ、これで。ね、目尻にスッて、そう、あとでライン引くときにこれの上にちょっと
乗せると、うん、さらにここが強調されてね、可愛くなるんですよ。めっちゃ可愛い。色味も肌なじみやすくて。そうなの。私ブラウン系しか使わなくて、こればっか使ってる、うん、基本的に。いいよね、うん、使いやすい。じゃあ続き、続きです、うん、ここからです。そう、ここからです。で、次、下の涙袋を作ります、うん、キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ、うん、これの14番、うん、そう、企画で地雷メイクをやるってなった時に買ったやつなんですけど、マイシーの地雷メイクだから全部ね、基本ピンク系で揃えてるんだけど、本当だね、これは意外とね、涙袋にめちゃくちゃちょうどよくてずっと使ってて、うん、これが一番明るいこのピンクで、うん、下まぶた、何これ、こう下まぶた、涙袋のところを塗っていきます。ちょっとピンクぐらいなのかな、涙袋真っ白じゃなくて血色が、そう血色、生きてるかな生きてんだけど、顔色がね悪くなりがちだから、結構ね端の方になっちゃう、全体的になってちゃう、うんうん、こんな感じ、かわいい。で、目尻の方だけこの2番目に濃いピンクを使います。あの、きやすい、いい目の形してるこんな感じ、められた、あー、で、え、かわいい、真ん中のこのキラキラのやつを涙袋のところに追いキラキラします。なるほど、ピンクベースにしてるから血色もちゃんと残しつつ、うんうん、涙袋のキラキラ、こんな感じ、めっちゃいい感じじゃない、うん、ピンクだ、いい感じ、かわいい、ピンクになりました。これはアディクション、あ、いいね、単色の、そう、これもキラキラなんですけど、うん、気持ち、うん、上まぶたに、ね、塗ってます。ハイライト的な感じで黒目の上あたりにちょっと、こんな感じ、お、なんか立体感になるね、かわいいです。これ私のアイメイクです、あ、全然やり方違くて面白い、うん、こんな感じかなって、さらに、ラインを引いていきます。ラブライナー、みんな大好きラブライナー、ラブライナー、これの、多分ダークブラウン、うん、あ、ブラウンなんだ、そう、ブラウンのちょっと濃い黒までいくとちょっときつすぎるから、うんうん、ダークメイク、ちょっと目閉じててね、開けて、ほう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 、で、ちょっとだけ開けてみよう、開けててね、キワーキワーキワー、いラインライン、うまくない、引くの本当に、え、すごくない、本当に、ね、綺麗すぎてみんな見てすごくない、本当にこんな綺麗に引く、いや、綺麗にしてるよ、すごい、さっきはこの行くね、はい、失礼します、上手、後で微調整を自分でして、はい、やっぱ目尻もちょっとだけ伸ばしたい人なんで、うんうんうん、さっき引いてたあの赤いやつ、あ、このね、赤ラインのね、これのラインに沿って引くだけ、だいぶはっきりしてきた顔が、うん、って感じかな。これもセザームです、お、アイブロウパウダー、本ちゃん黒だから一番濃くていいかも、私茶色にしてからだいぶね、あの、うん、薄い色と焦げ茶をね、うん、混ぜたりとかして使い分けてるんですけど、ちょっとだけ明るくなりました。なんとだ、気持ち、このもこんな感じです、はいはい、で、ビューラーマスカラしてもらって、うん、あ、オッケー、マスカラはいつも何色、あ、そうだ、じゃあこれを渡しちゃおうかな、なんか多いしもしもだ、これがね、赤なの、あ、赤なの、ほんとだ、そう、これが、下地、マスカラ下地、本来のね、へぇ、エッチュッセラッシュバージョンアップレッド、で、これに黒を足すと茶色っぽくなるよっていうのも赤、へー、で、ちなみに上から乗ってるのはマジョマジョです、マジョリカマジョルカラッシュキングです、全然ピントが合わない手でやるよオッケー、じゃあこれ下地、はーい、下地ちゃんとつけてるの偉い、メイク落とすときにさ、絶対まつげだけ残るじゃん、うん、残る、あれが嫌でさ、落ちやすい水、お湯で落ちるタイプのやつ、あ、まあ、なるほど、そういう好きでよく使う、じゃあ次マスカラ、はい、なんか絶妙な、そう、本当だ、なんか黒バーンって感じじゃなくなるね、うん、赤はうっすら残る、面白い、これ便利よ、そう、なん
かなんならこの赤だけでもね、うん、めっちゃ可愛い。はい、できた、うん、こんな感じ。あとチークかな。うん、こんな感じです。チークはね、マキアージュ。お、めっちゃ綺麗、ね、そう、可愛いの。可愛い。あ、すごい、こういうのテンション上がる。そう、こういうので、うん、あ、オレンジ、じゃピンクにしたからピンクにしよう。上の方、この辺を使います。うん、だいたい大雑把混ぜながら。そうそうそう、混ぜながら。だいたい上の方にちょちょいと乗っけて。できた。ほんのり。あ、いいね。私のメイクはだいたいこれ終わり。早っ、うん。そんなに時間かかんないから。こんな感じです。です。完成。完成。ピンク系超可愛いね。普段ピンクってやらないから新鮮。うん、でも似合う、似合う、似合う、うん、嬉しい。これで私の毎日慣れてる。私の毎日メイク吉岡里奈ね。吉岡里奈って可愛くない？可愛いな。吉岡里奈可愛いわ。吉岡里奈可愛いわ。お名刺しようかな。はい、はい、ということで完成。リップはおのおのということで。あ、そうだ、じゃあせっかくだからリップ、うん、ね、ね、A型なんだけどガチャ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 して最近ね、うん、オペラの、あ、オペラ、そう、めちゃくちゃ人気よね、うんうんうん、オペラのね、ベージュ、ブラムベージュっていうカラーが出たんですよ、うん、それを使って、なんかね、ラメ感もすごい綺麗だ。オペラめっちゃあるかも。一時期すごいよ、みんなも持ってたよ。そうなんだ。あ、なんか適当に、なんすごい時間が経つと色味が変わるんだよね。あ、そうなんだ。かわいい。今結構ほんのりだけど、時間が経つともうちょっと発色してくる、してます。ということで吉岡真由です。こんにちは。完成。完成しました。イエーイ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、次はマイシーの番ですね。そうですね、お願いします。こっちのカメラ忘れてた。でも明らかにさ、私判別してないから。